ということで、京都の京と書いて、ドラゴンの竜と書いて慶竜さんって読むんですかね、恐竜ですかね、ちょっと名前が何て読むか分かんないんですけど、ちょうど四条大宮の庶民さんの隣ですね、立ち飲み庶民さんの隣のラーメン屋さんに行ってきました。おすすめの白竜ラーメンのチャーシュー麺とトッピングのもやしとチャーハンいただきました。ちょっとね、食べ過ぎちゃったなっていう感じなんですけど、豚骨ラーメン美味しかったです。結構まあ比較的そんなコテコテじゃないかなというね、あっさりめの感じで、もやしトッピングして美味しかったです。はい、白竜ラーメン、黒竜ラーメン、赤竜ラーメンっていうのがありまして、私は白竜ラーメンを食べました。で、2階もねあるということだったんで2階に上がっていきました。トッピングのねもやしと、チャーハンを頼んだんですよね、チャーシュー麺も頼みました。白竜ラーメン、おすすめの白竜ラーメンのチャーシュー麺を、オーダーさせていただきました。結構ね、立ち飲み庶民さんはよく行ってたんですけど、このラーメン屋さん、恐竜って読んだらいいのか申し訳ないんですけど、未だにお店のね、呼び方がよくわかんない。京都の京と書いて、ドラゴンの竜と書いて恐竜と読むのか渓竜と読むのかちょっとわかんないんですけど、このラーメン屋の存在全然見落としてましたね。はい、ここのラーメン屋さんも最近、まあ、よくちょっと時間があったんで、散歩してる時に、あ、やっぱり、緊急事態宣言だから庶民さんは休んでんだ、これ隣にラーメン屋あるぞみたいな感じで発見しました。で、その隣にマクドがありまして、その隣にも担々麺屋さんがありまして、新たな発見だったんですよね。東大元暮らしじゃないですけど、結構見落としてるところってたくさんあるなっていうふうに改めて思ったわけです。はい、ということで、私が頼んだのはおすすめの白竜ラーメン、それのチャーシュー麺ですね、それと焼き飯&もやしセットということでね、前も担々麺屋さんの剛力さんで、もやしのトッピングがあったんでそれも頼ませてもらったんですけど、なんかもやしが好きなんでしょうね。そして腹パンになりたいと、腹がパンパンになりたいという気持ちが私の中であったんでしょうね。はい、最初もう麺食べないうちに最初にもうもやしをね上にぶち込んでいくっていう謎の食べ方してたんですけど、美味しかったです。1回もね2回も結構狭いような感じの、お店でしたね。だから1階だけだと客席があんまりないんで2階も通して、2階の方が広いですし厨房は1階であったと、はい、そういうようなお店でございました。本当にねお腹いっぱいになっちゃってね、ありがとうございますってことでした。そしてなんかハッピーでしたね、幸せでしたね。なんかこういうコロナって言われてるけど、で私も今仕事止まってるけど、こういう風にご飯食べれる健康な体があって、腹8分目を通り越してめちゃくちゃもうお腹いっぱいになりましたっていう風な美味しい料理食べさせてもらって、なんか贅沢だなって思いましたし幸せだなって思いましたし、なんかこんなに幸せでいいのかなっていう風なことを思ったぐらいに感じたりしました。はい、立ち飲み庶民さんもすごく素敵な立ち飲み屋さんです。その隣にリニアル、恐竜さんっていうんですかね、渓竜さんっていうんですかね、京達さんっていうんですかね、慶達さんっていうんですかね、ちょっと名前がちょっと分かんなかったんですけど、よかったです、美味しかったです。またねタイミングがあれば、皆さんも行ってみてくださいませ。ありがとうございます。
Thank you.